ここ超うまいんだけど。さすが桐生さん、いい店知ってんじゃん。お酒が進むわ。普段から酒はよく飲むのか。うん、プライベートでもよく飲むよ。一人飲みよりは誰かと飲むのが多いかな。それだけ飲む機会が多いってことは結構酒も強そうだな。まあね。でもそれ言ったら桐生さんも相当強そうじゃね。あ、そうだ、せっかくだしどっちが先に酔っ払うか勝負しようよ。面白そうじゃん。いいだろう、今日はとことん付き合うぜ。ガンガン酒持ってこい。マジで？さすが桐生さん、ノリいいね。そういう男気ある人超好きなんだけど。俺に勝負を挑んだことを後悔させてやるぜ。絶対負けねえし、桐生さんとは楽しくやっていけそうだな。普段からガンガン飲んでるみたいだが酔いつぶれたりはしないのか。最近はないかな。でも昔は結構酔いつぶれて記憶なくしたりしてたよ。記憶をなくす？うん、目覚めたら知らない場所にいたり、あと電柱に抱きついてキスしてたこともあったし。電柱に抱きついてキス。俺も電柱になりてえぜ。あははは、桐生さん超面白いね。言ってくれたらいつでも抱きつくよ。本当か？あ、いや、やはりやめておこう。あ、桐生さん照れてんの？結構ウブじゃん。可愛いし。前の店と比べてフォーシャインはどうだ？結構違うものか？だいぶ違うよね。女の子がみんな楽しそうにしてるところが一番でっかい違いかな。前の店は楽しくなかったのか？楽しそうに見えたか。もちろんお客さんと飲むのは楽しかったし、悪いお店じゃなかったとは思うよ。でもノルマだの売り上げだのいろいろ厳しくてさ、無理やり盛り上げて飲ませる的な指示も多いし。なるほどな。愛花の性格だとそういうのは気に入らないかもしれないな。そうだね。私こういう性格だから嘘とかつけないし、自分の気持ちに正直でいたくてさ、もっと変な縛りにとらわれずに自由に純粋に楽しめる場所がいいなって思った。だから放射員はすっごいやってると思う。店長もマジで素敵だし。うちの店は縛ることはしないつもりだ。相変わらしく自然体で楽しんで働いてくれ。俺たちが楽しくないと客もきっと楽しめないと思うからな。桐生さん、やっぱ超かっこいい。私も同じこと思ってたし。私裏表あるような器用な性格じゃないから、自分に正直にまっすぐな接客していきたいな。ああ、店としても可能な限り応援させてもらう。サンキュー桐生店長。そういえばなんで愛花はキャバ嬢を始めたんだ？なんでだと思う？ただ酒を飲むためか？違うし。まあ違うとも言い切れないけどさ。冗談だ。で、本当のところはどうなんだ？転職だからかな。ん？私はもともと
裏表ないっていうか、思ったことをすぐ言っちゃうような人間じゃない？だから逆に本音と建前使い分けてなんぼの今の世の中ってちょっと生きづらいんだよね。でも飲みの間ではさ、酔うとみんな自分の気持ちに素直になっていくじゃない？裏表や嘘、建前、そういうのがなくなってその人の本当の顔が出てくる。そんな世界が私には居心地がいいんだよね。だから転職だと思う。こんなの変かな。なかなかそんな子はいないから、変といえば変かもしれない。だがすごく愛からしい答えだと思うぜ。ありがとう。私にとってはそれめっちゃいい褒め言葉だよ。私は私らしく超まっすぐに仕事するからよろしくね。ああ、俺もそれを受け止められるよう頑張るぜ。ねえねえ、キリュウさんってユキさんのこと好きなの？え？何を言ってるんだ。そんなわけないだろう。へえ、そうなんだ。仲いいからもしかしてって思ってさ。でもよかった。なら私にもワンチャンあるってことだよね。ワンチャン？それはどういう？私、キリュウさんのこと好きだからさ、狙ってんだよね。な、そんなこと急に言われても。あ、ちょっとキリュウさん、そんなに慌てないでよ。すまん。もっと男らしくドーンと受け止めてよね。まあでも意外とピュアなんだね。みんなに言いふらそうっと。やめてくれ。でもさ、正直今すぐに恋人が欲しいってわけでもないんだよね。そうなのか。うん、私こう見えて不器用だから、恋愛も仕事も両立させるのってマジ無理だと思う。今は仕事の方が楽しいし大事だと思ってるから、恋愛はしばらくお預けでもいいんじゃねって思う。愛花の好きなようにするのが一番さ。どちらを選んでも俺は応援するぜ。キリュウさん、サンキュー。やっぱ大人の男だね、キリュウさんは。そんな風に言われたら恋愛と仕事余計に迷っちゃうじゃん。それはすまないな。逆に苦手なタイプとかはあるのか？苦手なタイプ？自分の価値観を押し付けてくる人は嫌かな。どういうことだ？例えば女なんだから控えめでいろとか、女なら家事しろとか、そういうこと言ってくるような人とは恋愛どころか友達にもなれないよね。愛花は愛花だからな。女だからどうとか型にはめるのは良くないな。うん、そうだよね。控えめな男がいても控えめじゃない女がいても良くない？自分の理想にはめ込む人じゃなくて、そのままの私を受け入れてくれる人がいいな。大丈夫だ。そういう人間はこの世界にもたくさんいるさ。そうだね。キリュウさんもその一人っしょ？ああ、そうなりたいと思ってるぜ。よかった。ねえキリュウさん、ギャルって好き？
え？いきなり何を言い出すんだ。いや、私っていわゆる黒ギャルじゃん。好きな人と嫌いな人でかなり分かれんだよね。桐生さんはどっちなのかなって思ってさ。そうだな。俺は黒ギャル大好きだぜ。マジで？お世辞でも超嬉しいんだけど。お世辞じゃないさ。まあたとえ黒くなかったとしても愛花は魅力的だと思うぜ。キリュウさん、パーフェクトアンサーじゃん。さすがキャバクラの店長、やるだけあるね。俺は本心を言ったまでさ。はあ、どうしたんだ、ため息なんかついて。悩みがあるなら相談に乗るぜ。実はね、私の親友が蒼天堀の別の店でキャバ嬢やってるんだけど、喧嘩しちゃってさ。喧嘩？うん。その子がいきなりキャバ嬢を辞めるって言い出したから、ちょっと問い詰めちゃって。私思ったこと口にしちゃうタイプだから、傷つけること言っちゃったかもなって。はあ、マジでどうしよう。素直に謝るのがいいんじゃないか。やっぱそうだよね。ああ、後悔しているのならちゃんとお詫びを入れる。俺の知っている愛花はそんな人間だと思うぜ。そうだね、私の方から謝ってみよっと。キリュウさん、超感謝してる。仲直りができるといいな。しかし、その愛花の友達がキャバ嬢を辞めたがってる理由、確かに気になるな。そうっしょ？もともと超やる気あった子だし、めっちゃ楽しそうにやってたから余計にね。なんかあったのかな。そうかもな。ま、どれだけ好きな仕事でも辞めたくなるような瞬間は誰にでもあるさ。キリュウさんは仕事を辞めたくなったことってある？実はな、すでに辞めたことがある。とある組織の4代目という役職だったんだが。マジすごいじゃん。4代目って言うとお蕎麦屋とか？まあそういうことにしておくか。キリュウさんはその時なんで辞めたの？嫌になったの？ああ、そういう部分もあったのかもしれねえが、俺がいない方が組織にとってもいいと思ってな。組織にとって？ああ、自分の感情と違っていても誰かのために自分から身を引くってことも世の中にはあるんだ。愛花の友達ももしかしたらそうなのかもしれないぜ。なるほど、キリュウさん超大人。私にはそういう発想なかったわ。キリュウさんに相談してよかった。お役に立てたんなら何よりだ。悩みを相談できたからなんかすっきりしたな。やっぱストレス溜まってたのかもな。普段ストレスはどうやって発散してるんだ？友達と飲んだりとか騒いだりとかかな。私好き勝手自由に生きてるから、そもそもマジ全然ストレス溜まんないんだけどね。確かにそうかもしれないな。
キリュウさんは結構溜め込んでそうじゃん。溜まってるなら適度に発散しないとね。じゃあ発散したくなったら、愛花で発散させてもらうとするか。え？キリュウさん、私で発散って、私に何してほしいのかしら？ああ。困ったら愛花に、飲みに付き合ってもらおうと思ってな。なんだ、それならいつでもいいし。紛らわしい言い方マジやめてくれる？すまん。愛花は将来なりたいものとかあるのか？将来か。これってものはないな。私先のこと考えるのマジで苦手だし。今生きてる時間が大事だと思うから、その時の気持ちに従おうって。なるほど。愛花らしいな。でも確かに、私5年後とか何してんだろう。俺が愛花の部下になってるかもしれないぞ。それ超面白い。下克上目指して頑張ろっかな。私が偉くなったら桐生さんにトイレ掃除でもさせまくろうっと。おいおい、お手柔らかに頼むぜ。おい。
えー